どうもこんにちは、ゆうじです。皆さん、大変長くお待たせしてしまいました。すいません。ですが今日も早速やっていきたいと思います。今日は久しぶりに小説の紹介になります。アルジャーノに花束になります。えー、この小説、えー、書いたのはダニエル・キースで1959年の小説になってます。だいぶ昔の小説なんですけど、なるべく短い時間で。 え、今日お伝えしていこうと思うので、よろしくお願いします。もう、だいたい10分くらいの動画になると思うんですけど、もう10分でも長い。もう、なるべく、もう一言でいいから、表してくんねえかと、お思う方もいると思います、今見てる方で。え、そんな人、方のためにね、もう、この小説どんな小説って言われたらもう、聞かれたらね、これ一言で知ったかぶりできる、いうフレーズを今から教えます。だいたいこの、アルジャーノンに花束、という本は、えっと、みんな面白いって言うから映画見に行ったけど、 思ったよりつまんなかった。みたいな本です。って説明してもらえばいいです。えー、どういうことかっていうと、これから説明します。もう、もう時間ない人は、もう友達に聞かれたらね、えー、あれね、あのー、あれだよ。みんな映画面白いとか言うじゃん。それ自分も面白いって言うから見に行ってみたらあんま面白くなかった。みたいな話。言えばいいです。もう単純に、めちゃくちゃ単純にすると、そんな感じです。どういうことかっていうと、主人公、チャーリーって男なんですよ。 えっと、ちょっと知的障害を持ってるんですよ。お年齢的には普通の大の大人ですよ。で、えー、知能は結構低くて。で、精神的にも結構幼いんですね。そ人チャーリーがある実験の被験者になったんですよ。その実験というのは、チャーリーのー知能を手術でね、えー、人工的にすごい上げる可能性がある。いうので、チャーリーが第一号なんですけど、それを手術して成功したんですよ。で、チャーリーどん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 頭良くなってくるんですよ。 チャーリー、これまで、ね、ずっと思ってたんですよ。僕、頭良くなりたいんだ。特別学校みたいなところに通ってたんですけど、僕、たくさん勉強して、頭良くなって、で、えー、いろんな教授とか、えー、は、がすとか出てくるんですけど、そんな人たちに認められたいな。周りの人たち、えー、もっと頭良くなって、喜ばせたい。チャーリー、思ってるんですよ。で、実際、頭良くなってみてね、あれってなるんですよ。 最初はね、自分え、結構知能低かったから、そんな風に分かんなかったんですけど、自分、今やね、チャーリー、どん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 頭良くなって、その教授やら博士やら一般人やらをね、はるかに追い抜くぐらい頭が良くなってるんですよ。最初、最初 IQ70 ぐらいだったんですけど、後半 IQ170、180ぐらいになってるんですよ。もはやですよ。おみんなが下に見えるわけですね。みんな、最初はね、みんなすごいんだと思ってた。けど実際自分が頭良くなってみたら、ね、あれ全然みんな知らないじゃん。 えこんなことも知らないのにみんな俺に実験とか、実験つか手術とかしてたのみたいになるわけですよ。知能は上がったんですけど、チャリ精神的にはまだ幼いままなんですね。最初は体だけだった。知能、精神、幼かった。知能、バーン上に上がったんですよ。でえ、普通の自分の年齢。で、精神的にはまだ幼いから、ちょっと悪ガキみたいな感じで、みんなにちょっと辛く当たったりするんですよ。自分の大切に思ってるアリスっていう。最初は自分の特別学校の先生だったんですけど。 アリスっていう女性がいるんですけど、その女性ともいい関係ではあるんですけど、けどなんかちょっと揉めながら、自分にじ、あの、手術を施した先生とかもね、えちょっと関係が悪くなっていくんですよ。でですよ。ここから。ここでまだ話は終わんないんですよ。ちなみに頭良くなっただけじゃない。次ね、アルジャーノンの様子がおかしくなってくるんですよ。アルジャーノンなんだと思うと思うんですけど、アルジャーノン、本のタイトルにもなってますけど、ネズミなんですよ。このアルジャーノンは、 えー、さっき、チャーリーとかに手術した博士とか、教授とかが、えー、実験用に持ってたネズミなんですけど、ネズミで、知能を高くする実験やってたんですって。それで、え、アルジャーノンですごいうまくいったんですよ。で、アルジャーノンすごい、その代表的な、えー、その実験動物になって、その、実験室でずっと飼われてるんですけど、アルジャーノンでうまくいったから、一気に飛んで人間だったんですけど、チャーリーやろうって言って、チャーリーが一号目だったんですよ。で、 あれじゃんの結構長い絵だ。知能をずっとね、高い知能を保つことができてたんですけど、最近様子がおかしいんですよ。迷路とかあるんですよ。それまでは普通のネズミだとできないような迷路、ババババっと溶けてたりしたんですけど、今はそうじゃないんですよ。途中でなんかね、あんまりうまくいかない、迷路溶けないってなって、ああ、わかんないってなると、ちょっと凶暴化してね、壁に激突したり、いうことをするようになったんですよ。あれじゃんのなんか、様子がおかしくなってる。で、調べてみて、調べてみたら、 だんだん、チャーリー今はもう頭いいですから、そのうち、チャーリーの、が、被験者なんですけど、その研究をチャーリーが主導するようになっていくんですよ。気づいたんですね。知能がすごい速度で高くなってた。けど、それはどん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 落ちることが上がったんですよ。しかも知能がたくさん上がった分、大きく落ちることがあった。でかい山になっちゃうんですね。アルジャーノもすごい高い知能だったネズミにしては。それを保ってたんですけど、それどんどんどん,どん落ちてってる。 じゃあ自分も、基本的には同じ手術したんで自分もそうなるだろう。いう結論に至るんですよ、チャーリー。これ、やばい、なるわけですね。で、覚悟決めてね、チャーリーずーっと、避けてたことがあったんですよ。けど今しかない、持って、自分の両親のもとに行くんですよ。 自分の両親と言っても、父親と母親も別れてるんですけど、父親の方には行ったんですけど、父親気づいてくれるかなって思ってたけど、父親気づいてくれなかった。で、父親はそのままにして、えー、自分の正体明かさずに別れてたんですけど、自分の母親、これが大きな問題だったんですよ。自分のトラウマがあるんですよ、チャーリーには。トラウマっていうのも、さ自分、チャーリーとうーお父さん、お母さん、そして妹がいたんですよ。妹がいない間、お母さんはね、ずっとチャーリーに、 チャーリーというか、自分に、チャーリーに、自分の夫に、周りに、この子は普通よ。この子に何も異常がない。この子は特別頭が悪かったり、そういうことはないの。みんなと同じ。いう風に暗示をかけ続けたんですよ。みんなと同じなの。すぐにきっと良くなるわ。すぐにあなたは賢くなるわ。ずっとお母さんそう言ってた。 で、チャーリーそれがすごいプレッシャーだったんですお母さん他のこと、同じこと、他の年齢のね、あ他の、同じ年齢の他のこと、同じことができないと、なんでなのとすごいプレッシャーかけたりね、お置きしたりするんですよ。それはチャーリーすごいトラウマだったんです。けどお母さんのことはすごい好きだから、お母さんに好かれたいで。お母さんの言ってることもよくわかんないし、みたいな感じでずっとプレッシャーだったんですけど、娘が生まれたんですよ。娘が生まれた瞬間、お母さんチャーリーのことをさ、どん,どん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 引き離していったんですね。 逆に自分の娘が普通って、ある程度育って、あ、この子普通だ。分かったら、娘にチャーリーを近づか、娘ノーマって言うんですけど、ノーマにチャーリーを近づかせないようにしていったんですよ。なんだろう。昔服持ってたんですけど、その服もう押し合って。今自分は新しい、すごい自分にフィットする服持ってるから。前の服は、タンスに押し込めておこう。いや、タンスに押し込めておくじゃない。もうこの服使い終わった服だから、アフリカに送っちゃおう。 チャーリーも家に置いておかれなかったんですよ。もう家、家から、と、あの、自分のおじさんのところに出されたんですね。で、え、あ最初洋語学校は特別養語学校みたいなところに送られて、その後自分のおじさんのところに送られたんですけど、家から出されたんですよ。それがずっとトラウマだった。頭良くなってから、お母さん、僕普通になったよ。今更行って何になるんだ。チャーリー本人も思ってたんですけど、それでも行ったんですよ。お母さん会ってみたらもうボケてるんですよ。 最初はね、ちょっと正気に戻ってたから、結構認知症進んでるらしく、普段ガーッずっと掃除とかしてるような感じなんですけど、お母さん、僕普通に戻ったよって言ったら、お母さんすごい喜んだんですよ。けどボケてるから、いまいちやっぱり、その凄さとか、え、チャーリーが今どういう状態なのかっていうのを、当然理解できないわけですよ。チャーリー、僕論文書いたんだよ。見て、この、え、アルジャーノンチャーリー効果ってあるでしょ僕の名前がこの論文に載ってるんだよ。 私も、ああ、すごいわね。言うんですけど、やっぱりあんまり分かってないんですよ。もうね、自分の古い服ですよ。アフリカに送ったんですよ。そしたら数年後、戻ってきたんですね。しかも、その古いままじゃない。めちゃくちゃアレンジされてかっこよくなってきたけど、次はその着てた本人がもう年老いてるんですよ。なんか、すごいかっこいいけど、これ、私にフィットする服じゃないし、もうミスマッチなわけですよ。うまやチャーリーめちゃくちゃすごくなって戻ってきたんですけど、昔の母親だったらね、もう、 今、その、ちょっとボケてる時もね、あ、近所の人に、え、自慢しなきゃ、とか言ってるんですけど、もうミスマッチなわけですよ。自分、年老いちゃってるし、その周りの通りもね、結構ミスボらしい感じになってる。チャーリー戻ってきたけど。なんだか虚しいような感じになるんですね。そんな中、妹も帰ってくるんですよ。妹との関係はめちゃくちゃ悪かったんですけど、その時ね、ちょっと誤解が解けて、 えー、良くなったんですよ。で、チャーリー、よし、良くなったと。妹と家族との関係は、ある程度、修復されたというか、その後は、まあ、少ししかないんですけど。そこで家族とのトラウマは一応解消された、なるんですよ。けど、チャーリーにはもう一つ、大きな問題があるんですよ。それさっき言ったアリスとの関係なんですね。アリスとは恋人のような関係なんですけど、アリスとね、えー、 すごい強い肉体的な関係をチャーリーが持とうとすると、昔のね、オールドチャーリー、その、昔のチャーリーが出てくるんですよ。で、出てきてすごい邪魔をするんですね。アリス、アリスとくっつこうとするの。アリス以外の女性だとそうでもないんですよ。アリスに反応するんですよ、なぜか。アリスはそれまでいろんな、最初は先生だった。で、自分の良き友人であり、仲間であり、そして恋人になった。いろんな関係が混じってるんですね。おそらく自分の、 邪魔するチャーリーは手術前のチャーリーなんですけど、オールドチャーリーって今勝手に言いますけど、そのオールドチャーリーは、ノーマとおそらく勘違いしてるんですよ、関係性的にアリスを。でね、実際、ノーマと会ってみたら、その後はね、アリスと関係を持つことができたんですよ、最終的には。ずーっと、多分、オールドチャーリーのセンサーみたいなのが誤作動してたんでしょうね。あの、銀行の ATM のキャッシュカード読み、読み取れないみたいな。時期がおかしくなってるみたいな。 え、時期がずっとおかしくなってたんですよ、チャーリー。けど時期直したらね、ああ、これ読み取れるわ、これうちのカードだわ、なって読み取れた。みたいな話です、最後は。で、アリスと関係を持つことはできたんですけど、最初、あ中盤で言ったじゃないですか。どん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 やっぱり、知能も落ちてくんですよ、チャーリー。で、どん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 、え、記憶力もめちゃくちゃ良くなったんですけど、途中は何回こも喋れるようになって、それも全部忘れて、どん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 最近のことも忘れるようになり、またま、 あの、精神的に幼い。そして知能もどん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 幼くなって。という風うに物語が終わっていきます。これがアルジャーノンの花束になるんですけど、ね。え、文章を見るとね、えー、英語を日本語訳されたんですけどお、どうやら書いたダニエル・キースと役やった方で同じような、えっと、その字の感じを普通の文章の感じと変えてるんですよ。その、うまく知的障害者の感じ、精神的にちょっと幼い感じを 文章に出してるの、ぜひね、本で読んでほしいと思います。それでは、ダニエル・キースで、アルジャーノンに花束をでした。さようなら。